ガソスタ、閉鎖、撤退、再利用、パート4だよ。え、閉めちゃったの？山間部で暗い夜道を走行してると急に明るくなって安心させてくれたスタンドでした。残念です。道路沿いに新設スタンドできていたので、その影響かな？スタンド跡地利用の定番、中古車屋さんになってますね。このスタンドは某 YouTuber さんが中に入って動画アップしています。興味のある方はそちらもご覧ください。BMW がナンバーつけたまま放置。なぜかガソスタど真ん中にエンジンが転がってる。後ろの建物は自宅です。昔のスタンドは自宅と繋がってたんですよね。うちもそうでした。併設施設の駐車場になってました。建物は綺麗なので倉庫か何かに使っているのかもしれません。私の目はごまかせません。この壁は防火壁といってガソスタ特有のものです。でもなんで建物だけ壊したかわかりません。豪華です。豪華なスタンドです。もったいない。20年近くこの状態ですが作りが良いのか全く聞いていません。推察ですが建設にお金をかけすぎて借り入れ返済の計画が狂ったのではないかと思います。あら素敵、都内ではありえない跡地利用です。天井のコンクリートが剥離してますね。ドライブウェイの屋根がないのでおそらく昭和中頃のガソスタでしょう。このスタンドはどうしてしまったのでしょうか？どう見ても最近のセルフスタンドです。コインランドリーやるならガソスタもやればいいのに、セルフなんだから不思議だ。構造上の欠陥でもあったのかな？こちらは洗車メインで営業しているみたいです。車も売ってるのかな？開発が進む街でここだけ取り残されたようなガソスタです。しかも駅地下、円筒形の建物は昔出光さんが好んで使っていたように思いますが間違ってたらごめんなさい。おしまい、ご視聴ありがとうございました。